フロマージュドテートフロマージュドテートヘッドチーズは豚の頭部を原料として煮こごり状にした料理フランス食の実典においてはミューゾを英語におけるヘッドチーズの同義語として扱っているのでまずはミューゾについて説明するミューゾそのものは豚だけではなく牛も含み鼻及び口から顎までの部位を刺すとともにこれら部位を用いて作った料理を刺す牛は 煮込み料理に豚は舌や尾を加えた上でゼリー寄せとする。アメリカにおけるヘッドチーズに相当する料理とされ、イギリスではブローンと呼ばれると解説する。ドイツ料理ではプレスブルスとないし、プレスザックが類似する。フロマージュとテートのフロマージュとはチーズのフランス語であるが、テートはラテン語由来の語であり、この意味するところは何とも言えない。テートは ラテン語のに由来する語で、イタリア語におけるテスタ同様、等を表すが、そもそもこの語は、素焼きの壺を意味したものであり、その由来を尊重すれば、壺のチーズという意味とも考えられる。頭という語をもって日本語とすれば、頭のチーズという意味になる。語源はともかく、煮こぼりのようになって固まったゼラチン質がチーズを連想させる食感を持つ料理という雰囲気だけは、確かである。 材料としては、豚の頭部のうち、骨と目玉を除いた部分を使う。成形にはテリーヌ型を用いる。現代において、レストランでもあまり見られず、シャルケトリ以外で出会う機会は少ない。南西フランスには似た調理法ながら、豚の頭部だけでなく、野菜も混ぜたマルブラードという料理もあり、これはその姿が大理石の模様に似ていることから、名付けられたものである。ありがとうございます。